あり、ソルトレークシティの郊外に位置している。2010年の国勢調査では、人口87,461人であり、2000年の88,418人からは1.1%減少した。ユタ州では、ソルトレークシティなどに次いで、第5の都市である。サンディには、サウスタウンセンターというショッピングセンターがあり、またジョーダンコモンズ娯楽と食事の複合施設や、 サウスタウン展示場がある。2008年10月8日にオープンしたサッカー専用のリオティントスタジアムがあり、レアルソルトレイクがホームゲームを行っている。サンリはワサッチ山脈のふもとにあり、ソルトレイクシティからは南に13マイルに位置する初期、開拓地の一部である。この地域は昔パイユート族、諸小二族及びバノック族インディアンの遊牧民が使っており、 冬の家である、豊湖から、夏の漁郎場であるベア湖まで、山地のふもとを動き回っていた。サンディの高級的開拓者は1860年代と1870年代に移動してきており、ソルトレイクバレーの南端がまだ混み合っておらずに土地があったからだった。当初の区画は、基本的に1マイル四方であり、長段川流域の東端に急い山脈の縁に、 平行して南北に走る中石平野にあった。1873年にブリガムヤングがここの乾燥した大地のゆえにサンディと名付けた。1863年、ユニオンとダニオンの間には、わずか4軒の家しかなかった。繊維の加算は6600サウスと800イーストで一つは、クレセントに一つは、ダニオンにあり、四つ目は、現在のサンディ地域から外れていた。 それから数年のうちに、ヨークシャのノーの農夫で1853年に、ユタに移民してきていた、トマス・アルソップが、現在のサンディ市のカウンティ道路から、フォースイストまで、アルタ道路から、リンデル・パークウェイのおよそ半分を所有した。ルグランド・ヤングは、フォースイーストからステート通りまでの土地を所有した。農夫たちは、サンディの名前のもとになった乾燥した大地を、胃のままにするために、 ソルトレークシティ中心街からポイントオブザマ運転ンンまで伸びるステート通りに沿った土地を占領した。しかしサンディの最初の40年間の基盤を作ったのは工業だった。リトルコットンウッドキャニオンで銀採掘が始まった時起業家たちはサンディを供給基地として認識した。まもなくそのメインストリートにはホテル、酒場および売春宿が並び、 甲府たちが稼いだばかりの賃金を使う目的地になった。サンディにはフラグスタッフ、民ンゴを呼び、サターンと呼ばれる三つの大きな精錬所ができた。このことでサンディを長年精錬の地域中心地にすることになった。サンディの歴史の歩みを決定づけるには鉄道も大きな役割を果たした。1873年。 サンディとソルトレイクシティを結ぶ鉄道が完成し、地域を行き交う鉱石などの製品を運ぶ手段になった。1907年にできた路面電車線はソルトレイクシティで食を持った人々を運んだ。後には自動車がその役割を果たすようになった。1890年代に鉱山が衰退した時にサンディも行き詰まり、その後の死刑罪は 農業社会への転換が進んだ。サンリが交渉がなくなった時の鉱山町のように消失しなかったという事実は、その一資源及び住人の気質によるものだった。サンリは1893年に実地体化されたが、これにはモルモン教徒住人が街の中の不快な要素と考えたものと戦おうとした子が一部貢献した。サンリは 始まりが鉱山だったために、ユタの他の田園町とは異なり、ブームタウンの要素があった。三里は自治体化した後に自身を再定義したかのようだった。多くの独身者や流れ者が町を去った。1900年までに、酒場やホテルは少数になり、町の中では誰もが互いに見知り合いであるユタの他の田園町に大変似てくるようになった。教会、農園。 事業及び家族が、住人世界の焦点を形成した。60年間以上続いた、このような生活のペースと様式は、戦争、世界恐慌及び移り変わる季節でのみ中断された。人口、経済傾向あるいは、社会の風習には、大きな変化がなく、生活のありきたりで安定したリズムを変えることは、なかった。しかし、この田園長が、 その第二のブームとともに劇的な変化を遂げたのが1960年代後半だった。地元の指導者や住人はメインストリートとセンターストリートに沿った論理と歴史の中心から三理が外に向かって成長すると常に考えていた。しかし人口の拡大は地区があらゆる方向に広がっていくにつれてその物理的中心には関係なくなった。 1970年代には小さな地域社会が形を成し、伝統的に市が行っていたサービス、学校を呼び、ショッピングを肩代わりした。ソルトレーク軍とサンリが土地と資源の支配意見をめぐって競い合うにつれて合併の問題が大きくなっていった。サンリは若者と家族志向の住民を特徴とする小さな地域社会の集合体になった。当初は、 ベッドタウンと考えられ、現在でも、そのような機会が多いが、ステート通りや、その他幹線道路に沿って繁盛する、商業地を抱えて発展してきた。サンディから見た、ワサッチ山脈サンディは、北緯40度34分21秒、整形111度51分35秒。 北40.57250度整形111.85972度、40.57250-111.8597 2, 40. 2, 2に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は22.4平方マイル、このうち陸地は22.3平方マイル、水面は0.04平方マイルで、水気率は0.09%である。 サンリ市東部の主要住宅地域は、ワサッチ山脈に向かう斜面を登っており、西部はバレーの底にある。週間高速道路15号線とステート通りが、市の西部を走り、西の上段側が、ウェスト上段や、サウス上段との市境になっている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サンリは、キャニオンズ教育学区内に位置している。 この学区は2007年の住民投票で、上談教育学区からの分離独立を決め、2009年から2010年の教育年から運営を始めた。市内には小学校18校、中学校6校、高校2校、技術学校1校及び、オルタナティブスクールが1校ある。週間高速道路15号線が、市の西部を走り、市内には、出口が2カ所ある。 三番目の出口を建設中であり、2011年の完成予定である。アメリカ国道89号線、または、ステート通りが、週刊高速道路15号線と、並行して南北に走り、修道209号線が、東西の幹線であり、ワサッチ山脈のアルタスキーリゾートが、終点になっている。ユタ州交通局が市内に入る、バス便を運行しており、歌。 トラックスのライトレールはソルトレークシティ中心街からサンディの一万サウス通りジョーダン高校やサンディ市民センターの近くまで伸びている。このライトレールはさらにドレーパーまでの延伸が計画されている。市内には歌、トラックスの駅が3つある。市内の道路はソルトレーク郡の他地域と同様にソルトレークシティに始まる道路番号体系を使っている。 quicfacts.census.gov3daccess k to2011 年10月8日アレーブリンティドビッツオブヒストリーアンニージュアルハイライツオブソルトレイクカウンティデサレットモーニングニュースピアニッシモ s1s2 http コロンスラッシュスラッシュ dseretnews.com スラッシュ dn スラッシュビュースラッシュレイ 1249、6億5021万8849、00、HTML2007 年1月5日閲覧。US Got Satir IL Files 2010, 2000&1990 United States Census Bureau http://www.census.gov スラッシュジオスラッシュ www gaze tteer スラッシュが z.html 2011年4月23日閲覧。averageweather for Sunday, UT, temperature and precipitation.weather.com 2009年7月28日閲覧。ありがとうございます。